マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット中なのに食欲が止まらないって、結局ね痩せたのに食べてしまってリバウンドなんてことないですか？そこで今回の動画では美味しく食べながら食欲を抑える方法がわかるんです。もしあなたが暴走する食欲を抑えて美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいと思いでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。簡単食欲を抑えて痩せる方法についてお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ食欲を抑えることができるのでしょうか、その理由と、2つ目、食欲を抑える食材、具体的にお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜこの方法で食欲を抑えることができるのでしょうか、そのポイント2つあります。1つ目はこちら、あなたの腸内環境が整う食材を使った食事法だからなんですね。どうしてもですね痩せたいって真剣に考えているようでしたら大事なことがあります。もうまずここ、あなたの腸内環境が整っているか整っていないか、もうこれがダイエットが成功させることができるかできないかってね、分かれ道なんですね。もういくら頑張ってその時痩せたとしても腸内環境が悪いままだとやっぱり元に戻ってしまうわけですね。もうそういった無駄な努力はもう今すぐ卒業していただいて、まずはあなたの腸内環境が整う食材をやっぱりね食べてあげることなんです。そうすることで腸内細菌たちのまず種類が変わるんですね。痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが増えていきます。そうするとその菌たちが欲しいなって思う餌ですね、ご飯がイコールあなたが食べたいものになってます。そういった腸内細菌が脳に指令を出しているからなんですね。ですからそういった痩せ菌たちが好むものを食べれるようになると結果自然と痩せ体質にもなりますし、リバウンドしにくくなるということになるんですね。そしてポイント2つ目、痩せホルモンを作ることができる食材だからなんです。これもとっても大事なんですね。痩せホルモン、まあ、GLP-1 と言います。でこういったしっかりと痩せホルモンを作ることができなければやっぱり食欲って抑えることできないんです。こういったホルモンがあることでしっかりと食欲をコントロールすることができるんですね。こういったものを作るためにもやっぱりこういった腸内環境が整うものをしっかり食べてあげることでそのホルモンの材料ができるわけですから、もう一石二鳥ということになるんですね。では2つ目の項目です。食欲を抑えることができるホルモンを作るその材料となる食材を使った食事法で綺麗に健康的に痩せていきましょうねということ。ではまずその食材3つあります。1つ目は青魚を摂ることです。この今からお話しする食材もみんなポイントは EPA、DHA といったオメガ3系のものがちゃんと入っているから、でこういったのは体内で作ることができませんよね。お体の外からやっぱり摂ることがとっても大事になってくる。でその時に先ほどお伝えした痩せホルモンを作るための材料となるのがその EPA、DHA が入っているものになるわけです。もう代表的なのが青魚なんですけれども、いかがですか？青魚といってもたくさんありますよね。でその中でも一番その成分が入っているのがイワシになります。EPA、DHA がやはりその腸内環境を整えてくれる大事なものになってくるんですね。こういった良質の油というのは太りません。しっかりと適量をちゃんと取ってあげないと逆に太ってしまいますから、安心して適量美味しく召し上がってください。そしてイワシは何といっても良質なタンパク質がしっかり取れます。痩せるにはもうタンパク質が絶対大事なんですね。やはりタンパク質があるからこそそもそも内臓とか体を作れるわけですよね。もう全部そうです。ですからしっかりとタンパク質は食べていいんですよ。そうした時にどうせ食べるならこの EPA、DHA が一番多いイワシを選んでいただきたいと思います。そしてイワシはね、中性脂肪もね下げてくれるんですね。中性脂肪っていうのは血液中にいる、ね、脂肪の一種ですよね。もうこれはですねやっぱりもういかに早く抑えることができるかどうかで、まあ、体脂肪のね溜め込む率が変わるわけですから、しっかりとここも抑えていきたいですよね。そして最後カルシウムはもういい、
もう大事ですね。カルシウム不足しますとお体ができませんから太ってしまいますよね。ですからカルシウムとか鉄分、こういったのも実は痩せるための必要な栄養素になってくるんですね。でもちろんイワシがちょっと苦手っていう方いらっしゃるかもしれませんし、いやそうは言っても毎日はってね、分かります。そんなにね頑張りすぎずに、例えばお手軽なのでしたらイワシの缶詰とかサバ缶とか、もちろん無添加ですよ、水にです、味がついてないようなしっかりとね、もう化学調味料なんか一切入っていないものを選ばれるといいと思うんですね。そういった缶詰などを上手に使うと、ちょっとパパッとね卵で閉じたりとか、お野菜と炒めたりとか、もう簡単にねお味噌汁にこう入れるでもいいです。もうとにかくね手軽に気軽にずっと美味しく続けられるっていうのがねとってもポイントなので、お料理もそんなに頑張らなくてもいいんですよ。私もそんなに頑張ってないです。もう手軽で簡単、これが一番です。では2つ目の食材はアマニオイルになります。アマニオイルご存知ですか？もうこれ手軽に取れます。先ほどの EPA DHA が簡単にね取れちゃうっていう。で摂取量はだいたい1日あたりティースプーン1杯程度で十分です。そんなにたくさんドバドバかけるものでもありませんし、そもそも取りすぎるとやはり油ですからね、カロリーオーバーということになるので気をつけていきましょうね。でこのアマニオイルも腸内環境を整えてくれるんですね。なぜかというと、例えば甘いお菓子とか小麦製品とかそういったのを取るとですね、乳製品もそうですが、腸内の腸壁が炎症を起こしてしまって、結果食べても食べても消化吸収できずに栄養不足になって太るわけですね。でそういった腸の炎症を鎮めて痩せ菌、善玉菌を増やしてくれるオイルになります。これ絶対取った方がいい。で私は毎朝納豆のタレの代わりにこのオイルちょい足ししたり、お味噌汁入れたりしてます。そしてねポリフェノールの一種のリグナンが入っているので、これがまたですね、なんと私たちに嬉しい女性ホルモンのバランスを整えてくれる効果もあるので、一石二鳥ですよね。痩せるし女性ホルモンも整うしということで、本当にね健康的で綺麗になれるオイルの一つだと思います。では最後3つ目はエゴマオイルになります。こちらももちろん先ほどと同じ EPA DHA というの必須脂肪酸のオメガ3系ですね、こういったものを多く含んでいて、結局体内では作れるものではありませんから、ちゃんと毎回の食事でちょい足しちょいかけとかね、ちょい混ぜでもいいかも、ドリンクとかお味噌汁とかサラダとか、もうちょい足しでいいんですね。ティースプーン1杯程度取っていきましょう。そしてこれもね、もちろん腸内環境が整いますし、中性脂肪値も抑えてくれる効果がありますから、先ほどねお伝えした1番2番3番、こういった食材を上手に日頃のお食事にちょい足しすることで、あなたの暴走する食欲を抑えることができるんですね。まとめポイントは、暴走する食欲を抑えるためには痩せるホルモンを作ることでしたね。でそのホルモンの材料となるものが EPA、DHA を含む青魚やアマニオイル、エゴマオイルでしたね。そんなにたくさん食べなくても大丈夫です。もうちょい足し、ちょい入れ、ちょい混ぜって形で日頃のお食事にちょっと混ぜてみることで、あなたの食欲を抑えることができますか。もうぜひ今すぐ取り組んでみてくださいね。今回のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。